マーサ21プレゼンツ心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。水泳選手です。練習が楽しいです。練習ってどんなことするのかな。タイムを決めて泳ぎます。将来はどんな選手になりたいなと思いますか。オリンピックでメダルを取りたいです。 YouTuber になりたいです。ブラガーになりたいです。一日の生活はテレビにアップロードしてて、それでみんなを見るです。例えば日本はフィリピンはこういう生活するんですよ。一日の生活なかなか違う文化ですけど、日本とフィリピンですけど、それをいろいろな国を見てみたいです。青山剛昌先生や小田一郎先生のような素晴らしい漫画家になることです。まずお母さんにワンピースと名探偵コナンを勧められて、読んでみて面白くて自分もこんな漫画が描きたいなって思ったからです。青山剛昌先生だとそのコナンが真相が分かった時に眼鏡の影が毎回大体なんか決まってて、すごいコナンの顔がかっこよく見えるようになってたりとか、ワンピースだと力を入れた時の線とかがかっこいい、なんかバトル系は描きたいなとは思ってます。人を助けるみたいな、そういう感じのバトル系がいい。ダンスです。先生ぐらい上手に 踊るように頑張っています。みんなと一緒に合わせて踊っているところが楽しいです。発表会みたいに先生みたいに上手にみんなの前で踊ってみたいです。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回は東館2階のアバディーンです。イチオシはフレグランスランプアシュレイ&バウッド。ロンドンの職人が手作りしている世界に一つだけのフレグランスランプ。香りを楽しむだけでなく、空気中のバクテリアを除菌・消臭し、殺菌効果を高めてくれます。次回の収録は5月27日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。